ヤーダバ朝とは、12世紀末から14世紀初頭に、かけて、インドのデカン地方、ゲンマハーラーシュトラ州を中心に存在した、ヒンドゥ王朝。旧から12世紀までは、セーブナプラを本拠としていたため、セーブナアサとも呼ばれる。首都は、セーブナプラ、デーバニリ。ヤーダバ朝の名、ヤーダバは、月種族やドゥの子孫ということを意味するが、同時代の資料では常に、加盟の、 セーブナと呼ばれている。ヤーダバチョは、ラーシュトラクータアーサ、コウキチャールキアアサの風神で、9世紀から12世紀までは、セーブナプラを本拠としていた。12世紀末、ビル・ラマ5世は、コウキチャールキアアサが、大い継承争いで衰退しているのに乗じて、デーバギリオトに定め、勢力を拡大した。コウキチャールキアアサの総名シュバラ4世が1184年に、 カリアーニの実験を握っていたカラチュリケから実験を取り戻すと、1185年頃にソーメイシュバラ4世を攻撃して、これをカリアーニから追放し、独立に成功した。しかし、後期チャールキア朝に止めを刺した、ホイサラ朝のバーラーラ2世と激しく争い、後期チャールキア領の南側は確保できなかった。北方では、ビル・ラマゴ星は、 マールアート・グジャラートに軍を送ったが、次のジャイトギの地勢には、東方のカーカティーやアサにも遠征した。シンガナ2世の時は、全世で、デカン地方一帯のみならず王朝の勢力はさらに、拡大された。南方は、ホイサラ・アサとの幾度かの戦いで、カーベーリカワカミ流域までのホイサラの地を蹂躙し、北西方では、グジャラート、西方はゴアを制した。だが、 東南方は、カーガティーやアサノガナパティデーバによって、勢力拡大を阻止された。シンガナ2世の総尊ラーマ・チャンドラは、ホイサラ・アサを攻め、その首都、ドーラ・サムドラを包囲したが、反撃によって、大敗を喫死した。1294年に、ハルジー町のアワド州長官であった、アラーウッティーン・ハルジーは、ヤーダバ町の首都、デーバギリを攻撃し、ラーマ・チャンドラに、 ハルジーやさえの功能を約束させ、多くの戦利品を持ち帰った。この富は、アラーウッティーンがおじ、ジャラールッティーン・ハルジーを殺害した際、多くの貴族や兵士を買収するのに役立った。やがて、ラーマチャンドラは、次第に功能を怠るようになったので、1307年に、アラーウッティーンは、マリックカーフールをデカンに使わして、ヤーダバ朝の首都、デーバギリを落とした。 降伏したラーマチャンドラは、捕虜としてデリーへ連行され、アラーウッディーンと面会して、神獣を約束すると、ハルジーチョは、ラーイラーア,イアーンの称号を彼に与え、王の象徴でもある金色の天外と多額の貸し品を送って、帰国を許した。また、グジャラートの一地区も与えられた。この一連の出来事は、ヤーダバ町に大きな影響を与え、ラーマチャンドラの娘の一人が、 アラーウッティーンに突ぐなど同盟者の形式は取られたが、事実上ハルジー朝支配下の続国となった。また、デーバギリは、マリックカーフールが後にカーカティーアーサとホイサラーサを攻めた際、ハルジー朝の拠点となった。1311年、ラーマチャンドラが地政40年目で死ぬと、息子のシャンカラデーバは、ハルジー朝の支配に反抗する態度をとった。だが、 1313 13年にマリック・カー・フールが、デカン地方に遠征し、シャンカラ・デーバを廃止させた。この結果、ラーマ・チャンドラの娘婿、ハラ・パーラ・デーバが王位を継承したが、彼の帰還後に独立を宣言した。1316年、ハルジー城のアラ・ウッティーンが亡くなると、このクトゥブッティ・ムバーラクシャーが、デリーのスルターンを継ぎ、その過程で、マリック・カー・フールは殺害された。 1317年、ハラパーラデーバが反旗を翻すと、ハルジーチはデーバギリを攻撃し、ヤーダバ朝を完全に滅ぼしてその領土を併合し、ムスリムの長官を置いた。ハラパーラデーバの処刑は残酷を極め、ムバーラクシャーはその生皮を剥ぎ取って殺害したと伝えられる。その後、1327年に、トゥグルク朝のムハンマドビン・トゥグルクはデーバギリを ダウラターバードと解消して、デリーから戦土している。ヤーダバ朝の君主たちは、学芸の保護者であったが、特に、ンガが二世の孫マハーデイバの時に、有力な大臣、ヘイマードリが自ら経典の注釈を、多数表し、また多くの寺院を作らせて、ヘイマードリ様式とまで呼ばれる総長で外面に、彫刻を施さないという特色を持つ建築様式が、生まれたことで知られる。 記述なしの君主は上に記された君主の子であることを示す。ありがとうございます。